はーい、どもらいです。今回ですね、こちらの絶望と凍結ガチャのキャラ評価していこうと思います。まあ、かっこよくないですか。タイトル絶望と凍結ですよ。もう名前のセンスありますよね。かなりかっこいいと思っちゃいましたね、見た時で。そして今回の新規がですね、アイリーン、ミラージェーン、ジュビア、インベルト、この4体でございます。いや、まさかインベルが新規来るとは思いませんでしたね。もうあの1回で終わりだと思ってたんですけど、まさかの新規ですよ。で、まあ、アイリーンもね、かなり強いと思います。で、ミラも、最近来ていなかったのでかなり期待しております。で、まあ、ジュビアもね、表紙の一番最初にいますので、こちらも期待しております。まあ、ということでね、まあ、多分強いキャラが揃っていると思いますので、ぜひ、評価していきましょう。この評価はあくまで個人的な意見ですので、あまり鵜呑みにせず参考程度にしてください。めー。はい、ということで最初の新規は、ミラジェン、まあ、ミラジェンの方を評価していこうと思います。ステータスはですね、 HP、 攻撃力、素早さが即時の効果で上がっております。で、まあ、かなり攻撃力が高めですね、18000で。まあ、スパイスの方も200超えておりますので、かなり火力型かなと思います。装備魔法マガンゼロ、敵全体に闇属性攻撃各拡大&闇属性耐性防御力特大ダウン&自分闇属性攻撃攻撃力速度永続アップ、装備時攻撃力速度特大アップ HP 大幅アップ。で、まあ、CT が4ですね。まあ、という感じのキャラになっております。で、まあ、リーダースキルの方がね、素早さが 30% アップしますので、まあ、リーダースキルとしてもかなり使えるのかなと思います。まあ、そうですね、やっぱ闇属性耐性と防御力を特大ダウンしますので、かなり相手の耐久力を下げるのではないかなと思います。で、さらに自分の、闇属性攻撃と攻撃力速度を永続アップしますので、かなり火力は出そうですね。で、まあ、CT4 で永続アップっていうのが、いいところかなと思います。まあ、そうですね、闇属性耐性と防御力を特大ダウンしますので、相手の耐久力はかなり下げれるのではないかなと思いますので、まあ、そこはいいところかなと思います。で、あとは、自分の闇属性攻撃と攻撃力速度永続アップでCT が4ですので、そこもかなりいいところかなと思います。で、まあ、ステータスの方がね、18000超えておりますので、あ、まあ、超えてはいないか、18000近くありますので、火力の方もかなり出るのではないかなと思います。まあ、あとはね、他のミラージェン持ってる方はぜひ、このミラージェンも当ててみてください。で、母体としては何もなしです。はい、ということで続いては新規アイリーンの方を評価していこうと思います。ステータスはですね、 HP、 攻撃力、素早さが装備時の効果で上がっております。あれですね、アイリーンにしては攻撃力がちょっと低めな感じはありますね。装備魔法紅の幻、味方全体の全属性耐性状態異常耐性4ターン大幅アップ&攻撃力防御力速度永続大幅アップ、装備時 HP 速度特大アップ攻撃力大幅アップという感じのキャラになっております。で、リーダースキルの方がですね、素早さが 15% アップに、クリティカル確率アップで状態異常を確率で無効という感じで、まあ豊富な、スキルで ありますし、素早さ 15% アップしますので、まあリーダーとしても使えるのではないかなと思います。でですね、まあ魔法の方なんですけど、やはりあの全属性耐性と状態異常耐性4ターン大幅アップがかなり強いのかなと思います。やっぱ前回のね、キャラ評価の時も言ったんですけど、全属性耐性はかなり使えますので、そこは強いところかなと思います。でですね、あと攻撃力と防御力と速度が永続大幅アップという感じなんですけど、まあ効果としてはかなり
かなりいい効果なんですけど、 CT がね5なんですよ。まあずっと言ってるんですけど、永続アップするなら、まあ、CT4 とか CT3 とか、まあできるだけ低い方が、効果的にも強くなりますので、まあ CT 低ければかなり良かったかなと思います。まあできればだから、例えば、全属性耐性状態異常耐性を、まあ、2ターン大幅アップして、攻撃力と防御力と速度を永続大幅アップにします。で CT が3だったらかなり良かったですね。うん、かなり強かった。まあもしくは、最高度がついてれば、まあ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 許せたかなという感じでございます。まあそうですね、味方全体のバフはかなり強いですし、全属性耐性状態異常耐性がついておりますので、まあ高難易度とかでもかなり使っていけるキャラになるのかなと思います。まあ一つ、まあ、残念なところはやはり永続アップがついているのに、まあ、CT が5っていうところぐらいですね。他はあとはアイリーンの常設魔法もかなり強いので、まあ、持ってなくても初めてこのアイリーンをゲットする方でも、まあ、そこそこ使えるキャラにはなるのかなと思っております。アイリーン持ってない方はぜひ、引いてみてください。でまあ母体としては攻撃時常に横列攻撃という感じで、まあ母体としてもかなり使えますので、まあぜひぜひ、当ててみてください。はい、ということで続いては新規ジュビアの方を評価していこうと思います。まあ、ステータスはですね、攻撃力、防御力、素早さが装備時の効果で上がっております。装備魔法、ウォーターメイク、ブラッド、味方全体攻撃力、速度、5ターン特大アップ&さらに攻撃力、速度、永続大幅アップ&味方全体蘇生 &HP 回復大、装備時、防御力、速度、特大アップ攻撃力大幅アップという感じのキャラになっております。まあそうですね、あれですね、本当に打ち消ししてくる敵がいなければ、かなり使えるキャラになっているのではないかなと思います。味方全体を蘇生、まあ蘇生しつつ、まあ、回復 HP 回復します。で、まあ、バフの方もねかなり、強い効果ですので、まあ、蘇生キャラとしても使っていけるのかなと思いますし、まあ、なんといっても攻撃力速度を、5ターン特大アップしつつ、攻撃力と速度を永続大幅アップ、まあ、これだけでね1回使うだけでかなりの、バフをかけることができますので、まあ、火力も出ますし、まあ、速度も、かなり高くなるのではないかなと思います。いや効果だけ見たらかなり強いですよね。まあ、あとまあ、先ほども言いましたけど、永続アップするなら、CT がちょっと低めの方が良かったかなと思います。まあ、だから例えば攻撃、まあ、先ほどと同様攻撃力と速度を3ターン特大アップとかにして、攻撃力と速度を永続大幅アップにして、まあ、CT を3とかにするとね、まあ、そうしたらかなり、強いですよね。まあ、あとはですね、ラクリマで CT を下げて、まあ、特大を2回かけることはできますね。まあ、なのでバフを上乗せすることもできますね。火力の高い、キャラとは相性がいいのかなと思います。うん。でまあサポートとして蘇生と回復もできますので、もしやられたとしても、復活することができます。であとリーダースキルのね毎ターン HP 特大回復っていうのはちょっと気になるところですね。どれぐらい回復するんですかね。今まで大回復でどれぐらい回復してたのかが分かんないんですけど、かなり回復するのではないかなと思います。まあ、なので回復いらずという感じになるのかな。まあそうですね、バフの方がかなり優秀ということで、攻撃力と速度を、5ターン特大アッププラス、永続を幅アップしますので、一度使うだけでかなりの、バフをかけれることができます。まあ、ですがちょっと永続を幅アップで CT が5なので、まあ、そこがちょっと、
残念なところかなというところでございます。まあだから3ターン CT3 とか CT4 になってくれたら、かなり良かったのかなと個人的には思います。まああとはリーダースキルの特大回復がどれぐらい回復するのかっていうのも気になるところですね。で母体としては何もなし。続いては、新規インベルの方を評価していこうと思います。ステータスはですね、 HP、 攻撃力、防御力が即時の効果で上がっております。まあ、かなり高めですね、全体的に。まあ、素早さは低いのですが、まあ、耐久、火力ともに高いという感じでございます。装備魔法、氷絶終焉、敵全体に水属性攻撃（拡大）&高確率永続大凍結&防御力、速度、水属性耐性、全属性耐性大幅ダウン。装備時 HP、 攻撃力、防御力特大アップという感じ、で CT が4ですね。まあ、という感じのキャラになっております。まあそうですね、やっぱインベルは、もうほとんど来ないと思っていたのですが、まあ、前回来たのがどれぐらいなのかな、半年ぐらいかな、半年前ぐらいかな、来たのが。でもほぼ来ないと思っていたのですが、まあ、あれっきりかなと思っていたのですが、まさかの新規ということで。でまあ効果としては、高確率永続大凍結がかなり気になるところですね。まあ、凍結の効果は、素早さをダウンさせるという状態以上なのですが、まあ、大凍結っていうことなので大幅ダウンっていうところなんですかね。速度を大幅ダウンさせる状態以上になるのかな。まあ、それで永続高確率なので、まあ、かなり強いのかなとは思うんですが、まあ、どれぐらい速度が下がるかによりますね、そこは。まあ、ですがちょっと期待していいところかなと思っております。まあ、あとは、まあでも状態異常は何回もかけれないので1回かけたら終わりか。であとは、防御力と速度と水属性耐性と全属性耐性を大幅ダウンさせますので、まあ、相手の耐久力をかなり下げてくれるのではないかなと思います。そうですね、まあ、デバフのキャラという感じですね。相手が水属性の弱点だった場合、かなり使えるのではないかなと思います。まあ、ですがちょっとこう、まあ、できれば、まあ、大凍結プラス石化とかそこら辺があるとかなり良かったかなとは思うのですが、まあ、ちょっとね、効果としては普通かなという感じでございます。まあ、インベル2体目なので、まあそうですね、3体目出るまで、まだ高難易度とかでは使いづらいかなというところでございます。まあ、なので3体目に期待という感じで、今回はまあゲットしたい方はゲットするという感じで、まあ石貯めてる方は無理に引かなくてもいいかなと思います。ということでね、まあ、一番の期待したいところは、まあ、大凍結ってところですね。まあ、これがどれだけ強い効果なのかっていうのが、まあ、このインベルの強さに関わってくるのかなと思います。で、まあ、あとは耐久力を、相手の耐久力をかなり下げてくれるデバフを持っていますので、まあそこは強いところかなと思います。まあ、なので、まあ、相手が 水属性の弱点だった場合は、かなり使えるのかなと思います。まあ、という感じですね。で母体としては、確率で凍結ということで、まあ、大凍結プラス凍結させれば、まあ、かなり、強いのかなとは思いますね。まあ、素早さをかなり下げてくれるキャラにはなるのかなと思います。はい、ということで今回は絶望と凍結ガチャのキャラ評価してみました。まあそうですね、自分的にはもうイラストがかっこいいというところですね。今回のイベントはイラストがかっこいいので、まあイラストだけで見たら全キャラ欲しいというところですね。でまあおすすめとしては、まあミラーも強かったですし、まあ自分的にはミラー、アイリーン、まあジュビアってとこかな。まあアイリーンの場合はキャラ持ってなくても当てていいのかなとは思いますね。
で、まあ、ミラの場合は、キャラ持っていた方がいいかなという感じでございます。まあ、あとは、まあ、ジュビアもね、もうちょっとね、CT が低ければかなり使えて、絶対当ててくださいと言いたいところなんですけど、まあ、今、必死になって当てる必要はないのかなと思います。まあ、この先ね、極夏ガチャとかも、大きなイベントもまた来ますので、ここはぐっと我慢して、ガチャ金するのがいいのかなと個人的には思います。まあ、自分は多分ガチャ金しますね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。